ネット語は、インターネットや専用線などのコンピュータネットワークを介して行われる囲碁の対局である。インターネット囲碁、ネット囲碁とも言う、オンラインゲームの一つ。2019年現在、大手有料サイトとしては、日本の有限の間、パンダネット、サンサン、韓国の東洋囲碁、中国の振動が小域、上が小域、のぎつね囲碁などがある。大手無料サイトとしては、 KGS、Yahoo m o b a 語などがある。ネット語の普及とともに、1998年からネット規制が開催されるようになった。漫画、光の語では、主人公に憑依している、天才騎士、藤原斎がその正体を隠したまま自在に対局できる、ネット語の世界で活躍する描写がある。ここでは、様々な条件下にある世界中の人々が、インターネットを通じて、 英語を打ち、感染し、情報を共有するというネット語の利点とともに、中にはマナーに欠ける打ち手もいるという問題点も描かれている。日本ではパソコン通信の時代から電子メールを利用したメール語、掲示板を利用したボード語、ポスト語、チャットを利用した RT 語などのオンライン対局が楽しまれていた。現在のネット語の草分けは、 株式会社 i システムがソニーと協力し1989年にパソコン通信による世界で最初のネット語またはメガターミナルをつけてゲーム機通信によるオンラインのネット語を提供したその後 NTT の公衆パケット網を利用したネット語は高吉産業33さんさん等が挙げられる1995年にリリースされた Windows95 から インターネットが主流となり、Go, Net, 三3等のネット語サーバーは、インターネットと NTT 公衆パケット網を併用した。インターネット利用のネット語は、1992年2月、アメリカのニューメキシコ大学に設置された無料サーバー、イグスによるオンライン対局である。その後、イグスの売却や有料化の検討といった表明を受けて有志により、 各国に無料サーバーが設立されたと、多くは閉鎖されている。イグスは1995年、韓国企業、イネットに売却され、日本では株式会社、NKB が運営権を取得し、パンダネット事業として運営を開始した。パンダネットは後にイグス本体を買収した。1997年2月、パンダネットは、 日本人ユーザーによるイグスへの接続を有料化した。これに反発した有志により、1997年6月8日、無料サーバー、ウィングが設立された。その他、1996年に、東芝情報システム株式会社が設立したフォア語、1998年7月27日にリリースされたヤフーゲーム以後、e i 2000年に株式会社規制動が、 スポンサーとなった、規制同意囲碁サーバーなども、無料利用を希望するユーザーの受け皿となった。ネット語で努力を重ねたプロ騎士も存在し、井山優太が、師匠の石井国夫から GoNet を通じて、指導を受けたことや、中国ランキング1位のか吉が入団後、東洋囲碁を4年間で4000曲を行い腕を磨いた、ことが知られている。それまでにも GoNet が会員を対象に、 リーグ戦等を開催していたが1998年、アマを対象する第1回パケット名人戦が、優勝賞金50万円で開催された。第3回からはプロアマオープンの起戦となり、日本棋院の要望で第1期パケット名人戦と名称を改め、主催、三三公演、日本棋院、関西棋院で開催された。パケット名人戦は2006年まで都合を9回。 開催された。第2期パケット名人戦からは優勝賞金が100万円に増額された。その後、2006年にはプロ騎士を対象とするネット早後棋戦として大和証券ハイネット囲碁オープンが開催された。翌年、女流棋戦とアマチュア棋戦は併設され、2012年に公式戦となるまでに発展したが、2013年に終了した。アマチュア棋戦としては、 パケット名人戦、ジュニア名人戦、全日本学生囲碁名人戦、学生規制戦、全日本学生囲碁最強位戦、ネット規制戦等が開催されている。韓国のオロヘケットバイオープン選手権では、アマチュア予選にネット語が使われている。ネット語の利点は、時と場所を選ばず、安全に、気力に応じた相手と対局できることである。マナーにかける打ち手がいることは、 ネット語に限らないが、ネット語特有の問題点として、相手の顔が見えないことから、本人の自制が働きにくく、コミュニティによる教育や、是正の機会に乏しいこともあり、対局の前提自体を破壊するような悪質な行為が、目立つ傾向にある。このうち、悪質性が明らかな違反行為に対しては、大半のサイトが、会員資格停止等を含めた対策を講じている。 ただし悪質性が明らかでない、または証明不可能な事例も多く、実質的に参加者の両親に任されている部分が少なくない。特にソフト打ちに関しては対応のしさ様がない現実がある。同様のことは、チェス、将棋、リバーシ、マージャンのオンライン対局でも問題になっている。ありがとうございます。